見ていることを知られずに見なければならない。
私を。赤い館で収穫以外のパーティーをやるから。メイド仕事を初めてやってみて。その従者も門番も悪魔の亜種みたいなものよね。つまり抗議の吸血鬼で倒すべき相手。吸血鬼は全て即滅すべしと考えている。
メイド仕事を初めてやってみて、一つ分かった。Yeah.
what I've been waiting for. That's what it's all about.私はデカアキアラピスラズリ地獄の女神だけど今は君を導く幸運の女神よ。
道具が雲神になるわ。
私はテカーティア・ラピス・ラズリ。やっほー、小悪魔だよ。私のことはご存知。このボロマントは普段は私が抑えているのだけれど、厄介すぎる。お嬢様には絶対に気づかれてはいけない。妹様にもパチュリー様と小悪魔にもメーリンにも絶対に。もしバレたらみんながただでは済まないわ。しょうがねえな。よしよし、撫でてやるぜ。先代様がおとなしい間に課題を指導してあげます。このボロマイトは普段は私が抑えているのだけれど、厄介すぎる。何を膝で寝ている。それは私の体になる予定の膝だ。おい、人間じゃなくてもうまいもんはうまいよな。特にこのちょっと、食べるならさっさと食べなさい。あと、黙れポンカツ。サクヤちゃんがアームストロングを見つければ心に一瞬の隙が生まれ、そこを狙って俺様はサクヤちゃんの肉体を一気に乗っ取るつもりだぜ。スカーレットデビルは代々女吸血鬼だ。変なことは考えるなよ、サクヤちゃん。お前の脳内で貴様と俺様は絶妙なバランスで拮抗している。下手なことをすると俺様が肉体をいただくぜ。なあサクヤちゃん、そろそろ俺様は先代スカーレットデビルと認めてもいいんじゃねえか。お堅い女はモテねえぞ。しょうがねえな。よしよし、撫でてやるぜ。先代様がおとなしい間に課題を指導してあげます。
は最大のスカーレットデビルだぜ。イザヨイカス、今日すべて忘れて。なあバクヤちゃん、大まかに倉庫に埋め込んだ謎のなんとかこれなのだ。あの日の私をぶっ飛ばしてでも止めたい。心の底から生命を。お嬢様の命で作ることになった月ロケットは、バチュリー様が言う材料の中でアームストロングだけがどうしても見つからない。なあバクヤちゃん、そろそろ俺と。
俺様自身もアームストロングになることだ。あなた、家系が東大元暮らしと思って高魔館の倉庫をひっくり返してみたら、奥から出たのはボロマント。偉そうな態度だけれど、きっと追及がつくものね。先代のスカーレットデビルなんて発見、お寒いギャグだわ。ちゃんがアームストロングを見つければ心に一瞬の隙が打つ。
層橋の賢者鬼神マタラ沖縄ナイフが研ぎ澄まされ今も光も闇も時も空も切り裂けるアームストロングになることだ。ナイフが研ぎ澄まされ今や光も闇も時も空も切り裂ける
銀ナイフの冴えが増したわ。伝説の吸血鬼。加速装置の制限が解除されたみたいね。便利で助かるわ。毛がなくなってしまいそうね。Thank you.
そういえばパチュリー様が冥界の粘土を取ってくるようにって言っていたわね。何のためかしら。あ、